芸能界辞めるの元金プリ騎士ユータの会社進路を問い詰める二宮和成に吊るし上げ公開いじめ。芸能界辞めるってこと ?8 月7日放送の二ノさんと遊ぼう2時間 SP 日本テレビ系がファンの間で物議を醸している。この日、ゲスト出演した元金プリンスの騎士ユータに冒頭の土直球な質問を投げたのは嵐二宮和成。 昼間からお酒を飲みたいという騎士の希望で、二宮やセクシーゾーン、菊池風魔と居酒屋ロケでトーク展開。乗っけから何年活動したの結局、金プリはとの陣内智則の質問からスタートすると、4年ですね。5周年目で、はい、お騒がせしてます。本まさにと先輩を前にして恐縮する騎士。菊池が、ジャニーズ大社を、やりたいことは何かあるの芸能界とはまた違うの 進路を尋ねられては、そうですね、いろいろ、と言葉を濁す士に、二宮が冒頭のように、やめるの、と迫ったわけだ。これにもはっきりしない態度に、お前っさ、と苛だちの表情を見せる菊池だった。2023年5月をもって金プリを脱退した平野志洋、神宮寺優太、岸優太の3人、ジャニーズ事務所からも退社した2人だが、8月公開の主演映画、G メンもあってか、 退社時期を9月30日に延長した岸。二人に続いて岸も、飛べ、合流か、とはいえ退社は決定事項だけに、今回のような先輩との共演は気まずいだろう。しかも7月に、先の二人が滝沢秀明氏の新事務所、飛べに笑顔で合流したばかりとあって、余計に、進路を詮索されているように見えてしまう。特に二宮は7月20日、YouTube チャンネル、ジャニのチャンネルの生配信で、 トベの動画構成と演出方法をパロディーにした、おふざけをしたばかり。タッキーとトベの動向を注視しているのは間違いないでしょうし、この流れでいくと、平野と神宮寺に続いて、騎士もトベ入ルする可能性が高いと踏んでいると思いますね。この時期に、この状況下で番組ゲストに呼んだ理由ですが、トベの動きを探る意味もあったのではと勘ぐってしまいます。スポーツ資源能デスク、先輩からの、 質問にうろたえつつも言葉を選んで慎重に答える姿に番組を視聴していたファンだろうか。公開いじめでしたね。大丈夫、岸くんにはみんながついてるからね。わかってくれる人たくさんいるからね。あんな二人を大人な対応で、よっぽど上回ってたよ。風磨きとニノはもう無理になった。なんか、吊るし上げ,げみたいで気の毒だった。岸くん、よく頑張ったと思う。番組のタイトルの人のグループ。 大大大好きだったのだけどな、最近の彼は受け付けない。騎士をねぎらう多くの声とともに、先輩らの言動や態度を、公開いじめ、吊るし上げとするような批判もネット上で巻き起こっている。やめるきっかけは二宮の質問に、いざとやるければ途中、騎士の人物エピソードや菊池との思い出トークなどを挟み、終盤で再び、退社後の進路、トークの続きが披露された。二宮、何すんの騎士。 正直、やりたいことはめちゃくちゃあるんですけど、でも、今はまだ決めきれていない状態ではありますね。陣内、決まってるけど言えないのか、ほんまに決まってないのか。岸、本当に決まってないですね。本当に決まってないです。二宮、大体がさ、普通の考えで言うと、次にやることが見つかりましたから、今のところにいると難しいからやめますが普通じゃん。でも、 何にも決まってないのに辞めるきっかけはどこに存在するの騎士、やりたいことはもちろんあるんですけども、そんな看板立てては正直言いたくないこともあって、二宮、やりたいことがあるのね。じゃあ、いいよ。菊池、それを追いかけて、ってこと騎士、そうですね。騎士の退社を心配していた二宮、最後まで進路は明かさなかったものの、騎士自身の口からやりたいことがあると聞いた二宮は、 ようやく納得した様子で、矛を収めたのだった。ジャニの、メンバーからも可愛がられている岸くんだけに、ニノは心配していたんですよとは、ジャニーズ事情に詳しい芸能ライター。岸くんはいわゆる天然の愛されキャラで、ジュニア時代から先輩にいじられるのは通常運転。それにファンも気にしている、進路をニノたちだからこそ聞ける。また岸くんも彼らには話したかった気持ちもあるのだと思います。ニノは決して、 やめることを責めたのではなく、やりたいことがあっての退社後のビジョンを持っているかを確認したかったのでしょう。その上で、たとえ進路が飛べだったとしても応援する、むしろタッキーに、騎士をよろしくと喜んで送り出すと思いますよ。自身もグループ活動ができない状況にあるからこそ、後輩たちの分裂に気をもんでいたのかもしれない。